あったかい。足にしてみりゃ暑い。暑なんで。そんな、もう、そんな厚着しとらんのじゃがな。暑いの。暑い。ちょうど暖かい。なんか半蔵さんが、さリハーサルの時が、髪の毛をハサミつけて。よし、真ん中じゃない、よし。OK ですか？はい。いやー。サノサニさん、なんか特になんか聞いてるの。ちょっと。あとその後、ちょっと聞いてる。そうなんだ。音が重ねる。こっから言えない。こっから言えない。まあ、その大きいのしかなかった。ありがとう。いやー、うん、見とるよ。結構寄るな、これ。まあ、よいよい。もう今年度もなんかこれ続けていきたいの、これ。まあ一応昨日の締めくくりとしてはイードのが座談会が続ければいいなと言ったら早速2回に行くと。やはり和服でいらっしゃる方がの、ほんとじゃいいコンビだね、ほんとさん。どこら辺がいいコンビだと、ね、どういう感じでお互いそれ不本意じゃな。お主だけじゃねえか。欲しいと思っとるよ。思っとった思っとったよ。俺が傾いてるんですよ。お二人で来てほしいな、成人式。成人式いい子にしとったらの。ほう、ええ子にしとったか。大丈夫だ。本当か。どうじゃった笑っとるよ、隣。みゆき殿、これな、これからやるやつはキャッチボールじゃなくて、わしらが喋ってるんですよ。谷踊りの時と違う感じだな。劇あるの。そういうこと、そういうこと。劇か。まあまあでも入ってもいいかな。飛び火しそうだな。いやいやいや。数えた数えた。何もうちょ数えたの。もう本当に。最後だ。何を。後ろ回す40回。いや天気かな。なあ暑いなあ。お主の天然水もらう。絶対天然水じゃない。はぁ、濁ってる。中間地点。中間地点。さっき A コンビじゃと思ったがなんか不安に思ってきた。なんじゃろこれ。止めるものが誰もおらん。ツッコミがおらん。ツッコミ不在。あの人任せはいかんじゃん。いやでもあれだな、新年始まってこのわしらも成長していかなかったな。わしは成長したね。ちょっとずつこのくらい。あの成長したところをじゃあ皆に見せてやろう。成長したところ。うん、マイクです、マイクです。マイク、うん。いや、髪の毛も終わりません。うん、そうじゃな。今年度、今年度、うん、昨日から始まりました、うん、グレートイエスコア青海総隊小座談会の始まりでございます。いや、昨日はあのイードのはこの続いていけばいいなと言っとったんじゃが、昨日もな、やったの初めて、はい、エンブロに。そうじゃな、エンブロは初めてやりましたが、うん、なんともう早速今日2回目ということで、うん、しかも今日は2人、昨日は4人じゃ、4人じゃだ、だから成り立ったかもしれない。今日はどうか。今日はこの2人でやっていかなきゃいかん。まあな、青木翔太9名おるんですけども、うん、まあ、それぞれまあ得意分野それぞれある中で、まあ、トーク担当っていうのがまあいい直政が、まあ、基本的にはまあお笑いを取り仕切っておる。
まあ、ガツなんだけども、あ、もうちょっと詳しく言えばなんかツッコミをやっとるな。そうじゃな、ツッコミ、ツッコミ担当みたいな。そうなんだ。まあ、わしらはその中でも特に、まあ、トークができないというレッテルを貼られ続けた。そうだよな。あとどちらかというとボケ側にされるというか。わしらボケてるつもりないんだけどな。そうなんだよ、ボケるつもりはないんだがボケてるみたいな感じでな、言われるんだよな。ということで、ザ・座談会ということで、まあ、ちょっとこう2013年どんどん毎日はいかんか、毎週できたらいいかなと思ってるんじゃが、まあ、皆様の反応次第といったところでございます。 ちなみに、昨日は、まあ、いたのが4人ということで、しかも新年始まってということで、今年の2013年の抱負というかな、そういうのをちょっと喋ったんじゃが、まあ、ちなみにわしは、まあ、この武将隊というこの文化を、まあ、日本、世界に広がっていって、この岡崎という地がこの世のたくさんの人に知っていただけたらええなというようなことを話させていただいた。あ、昨日あれじゃな、あのニコニコ動画っていう生放送だったな、うん、そうじゃん、ニコ生という、まあ、わしらという動画をやっとったな、そこでもやっとったんだが、まあ、そこで、まあ、こうやってあえて聞いとらん方もあります。リマスリー、もしよろしければどうじゃ、半蔵殿もぜひその今年の抱負というのをぜひお願いいたします。そうじゃな、まあ、わしらは、まあ、ここに、まあ、蘇ってまいって、まあ、2年も、まあ、経っとらんくらいなんだけども、まあ、その間にも、まあ、その前からも全国の武将隊がたくさんど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 ん出てきた。で、30、40、50くらい今できとるということでですが、まあ、ご存知の方いらっしゃいましたかな。もう名古屋おもてなし武将隊さんぐらいしか知らんっていう方もたくさんおったんじゃけども、まあ、その、まあ、30、40ある中で、まあ、私いろんなところちょっと回りたいなと。去年はそうじゃな、まあ、清洲城さんとはイベント一緒にさせていただいて、まあ、あとは神戸の清盛隊さんも行きましたし、まあ、あとはまあ東北あたり行ってみたいな今年は。ああ、東北、そうじゃな、伊達武将隊、向こうのヒーローじゃからな、伊達政宗殿は。そうだな、崇拝されてるな。そうだな、そうだな、伊達殿はな、わしとしてはあんまそんなに直接どうじゃ、半蔵殿はなんか関わったの。そうだ、でもわしもあんまりじゃな、息子がまあちょっとちょいちょい絡んだ、ちょい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 な。まあでも、本当にこの県内によみがえって、いろんな武将隊と、まあ、できたらええなというのは。そういうことなんだ。ちょっと前にも去年はこの岡崎この場所で岡崎サミットというもの、岡崎さん村サミットやりましたな。あの時もたくさんの方々が集まっていただいてな、11月16日だったか、まあそんなもんじゃなかったけど、たくさん来たのあの時は。たくさん集まった中でな、まあ、まあ、せっかくじゃから、まあ、この武将隊、まあ、姫大佐とかいろいろあるんだけど、まあ、こうコラボみたいなものがやはり盛り上がりまして、まあ、中でやったのが、まあ、歌ったり踊ったりっていうことをやるんかなと思ったら、わしら大縄跳びっていう大縄跳びだから大縄跳びやったな、うん、っていうことで共演みたいな感じになりますけどな。しかも、なんかあの電話でも来れなかった武将隊の方々が電話でも応対してくれてな、関ヶ原の東西武将隊、そうです、柴田今度の清盛さんの皆さん、出ていただきましたな。ありがとうございます。本当に、まあ、遠く離れていても、この武将隊同士というのは本当に絆が深くという感じで、本当に絆がでかい。まあ、この世の中、まあ、な昔はこうフミヤな、まあ、忍びをパッと出して、まあ、こうかけて、はいっつって巻物はいっつって渡した世の中だったけども、今の世の中はな、メールちゃんがありますな、メールだけでとどまらず、最近 Twitter ってやつが、Twitter ってやつがね、ちょっと待って、何 Twitter ってやつが、 Twitter ってやつがありますよね。そうじゃな、ありがとうございます。 Twitter の、わしあれ、なれんのじゃの、もう毎日わしら武将隊も出しとるで、もしよろしければこう確認していただいたらのありがたいかなと思っております。もうでも平八郎なんて毎日毎日な、気合いじゃーっていう、ツイート、朝打てんかったら夜、そうじゃな、遅れて気合いじゃん、遅れて気合い、明日に向かって気合いじゃん、あ、明日に向かってやっとったんか、遅れて気合いじゃんって言ってた意味だったのか、明日に向かって気合いじゃん、そう、明日に向かって気合い、寝たら忘れちまうからな、遅れて気合いじゃん、そうか、そういう意味だったんかな。そうじゃん、でこの前だってな、年末あの、まあ、わしらな、まあ、いろいろ出陣もありまして、まあ、年末、まあ、みんな忙しいと思ったのかしらけど、わしら何もツイートしなかったら、今日は誰もつぶやかないんですねってコメントが来て、慌てて初つぶやきって言う方ぐらいのつぶやいた、
29か30ぐらいちゃった、まあ見るあのアカウントご存知の方はぜひそちらもぜひ本当にあのブログもやっておりますりえ、そうなんじゃ毎日これも更新しておりますりえ、かっこいいブログじゃな、わしらのブログ、わしら自分で言うのもなんじゃけどあのわし今なんか変な気持ちになってしまった結構ねかっこいいまああのしかもなさあのホームページの中にあのいろいろ写真がな貼ってあるんじゃけども、まあ、あのカレンダーが最近発売されたんじゃけど、そちらのあの撮影場所と同じということで岡崎市内のあの採石場で撮影させていただいたものをホームページと、あとまあポスターやまあカレンダーに使わせていただいておると。そうじゃな、じゃあまあせっかくじゃならぜひあのお時間ある方はまだ、そして今年のカレンダー買っとらんという方はぜひぜひ、そうなん、今年のカレンダーもう買ってしまったが、せっかくここに来たからというてな、このわしら武将隊のカレンダーもぜひ買っていただけたらありがたいかなと。ちなみに買ったもの、はい、あ、ありがたし、ありがたいの本当は2000円ぐらいにしたかったんじゃん、ここはわしらの本大将徳川家康公がなんともう少し安くしてもらえるかということで1800円で、ありがとうございます。2000円から1800円にさせていただきます。ぜひぜひこちらのお買い求めいただけたらありがたいと思います。まあ、でもこの公演もカレンダーまあたくさん今売っておりますよね。あの家康行列などあの4月に岡崎で大きな、まあ、武者行列があるんだけど、まあまあ、その写真なども載っておるあのカレンダーも土産店で販売しておりますし、あとエヴァンゲリオンと今日本当店やっておりますので、中のお土産屋が3つありまして、その中にもエヴァンゲリオンのカレンダー、カレンダー乱立という事態になっておりますので3枚とも買っていただいて、まあ、皆様のね、まあ、リビングなるところだとか川屋だとか寝室だとかナイス、はい、もうね、本当にお客様に助けられてますから、当時は。な、これ。まだ10分しかないかな。そんな苦痛なんか。あのなんかわしだんだんネタがなくなってきたような。なんでじゃ、なんでじゃ。さっきもこやつのひどいじゃん。なんか、あんちゃんがなんか全部しゃべ、なんか適当に喋ってくれるからできると思うとか、適当に。これ違うんだよ。あのもう。なんだかんだ言ってんの、半蔵はもうあのいろんなことを知っとる、知っとるというか、この何や、振ったら何でも答えてくれるっていうのはありがたいなと。例えばこ この場でモノマネしてくれと言うても多分やってくれると思うんじゃよ。だからわしは安心して任せられるんじゃけど、なんだかこの前あれだった、あのなんかわしこれ特技なんじゃよって言ってた、なんか紅白にでも出たなんか三河健一の名前ができるとは言ったんじゃないかな。いや、私は悟りだの女、時の進むまで笑えないわ、あんたは遊びのつもりでも何やらせて見事拍手。いや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 、紅白終わってもこう見られると思ったあ、そっかそっか、いや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 、別にあの紅白のあのアーティストは全部できるわけじゃないからな。あ、そっかまたお主は本当にもう困ったやつじゃなネタないネタないって言って最終的にわし言うてどういういや、でもこれぐらいのあの半蔵殿はこう安心できるなとわしはと、ゆえに、まあ、半蔵であったら何でもできるのということで、2013年大丈夫かわし大丈夫じゃん、あの掴みは良かったよ、掴みは良かったよ、ほら本当に拍手いただいておりでもな、わしあの最近気づいたんだけど、うん、やっぱりこう歌物っすよ、平成の、まあ、歌物だったらば、うん、私ちょっとまああの滑りの神っていうこうな笑い取れないレッテル結構貼られてるんだけど、まあ、そっちだったらちょっと盛り上げるっていうのも今年はちょっとやっていきたいなと。あ、なるほど、うん、思ってますな。歌物師はなんかあるか、得意のわしに言う、まあ、こんなんな平成の中にな、あの便利な言葉が、まあ、大切な言葉がありまして、ギブアンドテイクっていうあげたらもらう、もらったらあげる。なるほど。いや、それはの昔からあるよ、そういうことは。よし、あの、あれあれ、あの、まあ、定番のな、機動戦士ふんふんからの主人公のな、あの、あれをいつもやっとるやつ、ちょっと、ちょっと待って、あの、わしいつもやっとるやつ、モノマネ、マイク上がった。本田忠勝で、ふんふん、レイ父さんも殴られたことないのに
どうじゃほら、おい成長したこの感じ。悪いがモノマネできん。去年も結構やっとったんだけど、モノマネその中でも最低の。どんどんクオリティ下げる一方のわしが。びっくりしたー、ほんとに安室さんに謝る、ほんとに。なんか違う人みたいじゃない、歌手みたいな、安室さんな。いやひどかったな今のな。今のところだけちょっとカットでお願いします。どうせならわし、ちょっと最近これ自画自賛かもしれない。おお、なんかある、安室の宿敵。おお、もしかして、シャー・アズナブルができるかも。赤い彗星のシャー・アズナブルという方がいらっしゃるようですね。はい、では赤い彗星のシャー・アズナブル殿にお越しいただきました。お願いいたします。アムルか、すみません、すみません、美人か。すみません、間違った。すごい、な、皆さんの予想以上に期待を裏切った。すまんな。巻き戻しのね、なかったことにしてくれたのかな。頼むわ、本当に。マジモノマネできんよ。モノマネって言ったから。モノマネするな、マジ。いちいち立ち上がらんといかんぐらいの。まあ、本当に。じゃあ2013年はモノマネ封印と。ということで、まあ、バズができたらええな。一芸ができたらいいな。なるほどな。まあでもな、トークはな、やっぱり2013年わしらちょっとな、そうじゃん、目標じゃから、うん、まあ、人もあれだから、この、まあ、さっきも一芸言うとったが、ちょっと、まあ、わしは基本的にその、なんていうかな、佐藤とか、あと弓道とか、まあ、基本的に武道とかもいろいろやっとるけど、忘れとったそれ。できた、去年できた。できたじゃろ。いや、今年もやるよ。今年もやる、ということで、まぁ、ちょっと宣伝があって、1月に、ちょっと初釜を、お茶、お初釜をやろうと。そうなんだ。このが、戦ったのは、毎月、茶会を城南亭という岡崎公園のな、そうだ、茶室で開いてるとやっとる。そういうことで、よろしければ、この、まぁ、基本的には、第2と第4火曜日にやっておりまして、お今月も第4、第2、第4火曜日と。で、しかも、城南亭でやりまするが、普段は流麗席というの、まあ、ちょっとこうやって座って飲む場所で飲んでおるんだが、今回は桜の間という場所を使わさせていただいておりまして、これ正座しながら、あら、まあ、ちょっと、あらららら、まあ風情があって、そうですそうです、まあ、ちょっと大変だろうっていう方もおるかもしれないが、ちょっと崩していただいてもよろしいし、もうわしのコンセプトというかの、そういうのとしてはカタカナ使ったちょっと使った慣れてきたの、2年目じゃんか。覚えた覚えた。あ、こう楽しく、みんなでワイワイ、まあなんか、そうなん、あの堅苦しいこう印象を持たずに、ぜひ、さらっと来ていただきまして、そうじゃん、もう皆様のご自由に、もうキャッ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 喋るなり、そうじゃん、もう、くなり、ね、叩くなり、はい、半蔵がたまに来てくれるんだよ。おう、一回寝転がったから、そろって寝転がって死んだみたいな、なんかそんな感じで、まあ、またさっきのな、無茶振りみたいな感じでやらせるんじゃな、こいつがな。いやいやいや、まあでも、そなたらみたいな、ぜひ和服や、せっかくじゃから、そうじゃ、和装で来ていただきたいなと思いますけども、まあその日22日じゃからな。あ、そうか、ニーニーの日というのがどうか。そうなんだ、鳥さんの誕生 日、それ違うと思う。まあ、わしは毎月22日に服部半蔵プレゼンのな、いろんなこう催しをしとるわけで、まあ、先月は、まあ、残念ながら、まあ、家康公、まあ、残念ながらじゃない残念ではない、切腹まあ、12月22日は家康公の個性誕祭がありましたので、まあ、ちょっと自粛ということで、まあ、何もやらなかったんじゃけども、まあ、今月はまた、まあ、平八郎の茶会と、まあ、ちょっとしたコラボレーションしながらやったところで、わしも結構カタカナになってきた。私最初から何か使ってた、まさかグレートとかやっとったもんね。グレート英語堪能じゃん、もいやいや、ね、できる、ようしゃべる、自己紹介してる、あー、まあ、ね、残像サウおい、どうすんじゃこの会議。いや、お主の一芸を披露したんだよ。一芸じゃないよ、地芸にもなっとる、これぐらい言えるじゃん。そうじゃよ、
皆様、あれかな、今日はエヴァンゲリオンと日本当店とかはもうご覧になったかな。見たもんね。やっぱりあれだね、うん、やるなら聞いてね。うん、どっちに任せたらこれだね。盛り上がってたよ、盛り上がってたよ。どうほら拍手くれてる。いや、あのな、やめしてるお客さんな、そう、決めつけてないのはよくない。そうだよな、ここはここでこう、な、あったかいこう空間がな、ほっこりした感じが。今スタッフに来たら最初の10分だけは完璧だったあの、もう、バイカット20分後半戦がな、いけなかった。あの、でも、うん、あえて言うよ、ボケータが入ったところで、わしはあんまさん笑えないあの、戦力外通告。あの、最初の時も言ったんじゃが、あの、わしらボケじゃよ、みたいな感じで言っとったんじゃ、ツッコミがの、いいどのじゃ、みたいな感じで喋っとったんじゃな。そうどちらかというと、この3人揃ったら、よりひどいぞ収集つかない、収集につかんそうだな、そのうちに森さん帰ってくるあの、オルジャはもう、外で見るモードになってるけど登場ルリリン登場。あ、そういうことか。あの、収集つかんよもういいじゃん。でも、でもさっきの、ちょっと盛り上がったことがあった、うん、モノマネをしたらのもの、も盛り上がったんじゃが、ここに戻すか、もしろ、何をやったんだろうな。あの、半蔵は、半蔵は、半蔵殿は、三河健一郎や。やってもらって、そして、わしは、あの、アムロレイとシャア・アズナブルをやったと。なるほど、そういうことって、ゴジャッコフェザーやってみたらほら、みんながほら、みんな足を止めた。では榊原康政殿のでドラゴンボール Z から、悟空の悟空のどうじゃあ、分かった、ヤムチャでどうぞ。ヤムチャこやつな、あのおもてなしの時の 80% ぐらいアニメの話をするそうですあの、故障ですので、ではお願いいたします。クリリン間違えた、ヤムチャおぉ、フーフーケンなんか、味が同じような匂いがしたいや、いや、音量あの、分かる人分かるけど、結構言ったよな分かったものほら、数名をうなずいてますね。まあ、あの、アンケートであれはないと思いますみたいなあちらにアンケートボックスあるけど戻ってくるんじゃなかったら確かにわざわざな出たくて入ってきたってことだな。しかもわしらにのなんかうしらに任せられないみたいな感じで言われてな。森綱さんはあれ、あ、森綱さん、森綱さんはという声が出たんだけどな、わしでござる、うん、では、昨日、武将の間で、森綱殿が成り切っておりました、あちらのものまねをしていただきましょう、デスノートから自民党の麻生太郎副総理虫か、まあね、今回俺が、まあ、副総理になるわけで、まあ、日本の公約ね、いろいろあるけど私は、ね、俺はね、あれだ、まあ、漢字が読めねえ確かではねえ、まあ、でもな、漫画は読めねえゴルゴ13とかな、大好きな俺が、まあそんなわけで、なんだお、今日はな、俺このまま行くぞあ、終わりかな、あ、ありがとうございます俺このまま行くぞこのまま、でも、今日だん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 クオリティが上がってったよね出だし、なんかロースターターみたいな感じだったけどでも、あれじゃな、あの、最初始めた時よりちょっと若干人増えた俺の地名だいや、言う前に集まっとったから麻生財閥の地名だった麻生殿来る前から集まっとったから総理が全部これぐらいになるいやでも、でも確かに足止めとるちょっと増えたあ、やれたらやめちゃうそうじゃなじゃあと、ゴジャン褒めたこれじゃよ、たぶんわしじゃないまあ、ということで、まあ、2013年も、まあ、それぞれの、まあ、芸など見せながらそうじゃな、まあ、青い武将隊盛り上がっていきたいなと思っておりますので、皆様まあ、飽きずに。まだ終わらせねえよ。あ、お前ら、俺だってお前らのもの見てねえし。見てねえし。見てねえし。見とるんじゃよ。多分ね、多分同じものをやってもね、お客さんっていうのは喜ばねえ。なるほど。だからね、やっぱ新しいのここにドカンとやって。はいはいはい。こっち亀とか俺好きだよ。りょうさんとかできねえの。りょうさん
あ、いや、もう好きなのいいです。何かこう、アニメの中からってことあ、あれでもいい、師匠でもいい、師匠でもいい。嵐、嵐。でもいいじゃん、阿部でも。嵐。じゃあ、嵐、嵐でこれ。わしいいか。東京にある夢の国のとあるアヒルの真似。このアヒルがよくこうやって怒るんだよ。ポーズ全然わからんけど、こうやって怒っとった。怒っとったんだ。怒っとった。感情が全く伝わってこなかった。どうしたの。よし、おい、どこに行ったの。声これぐらいしか出ない。限界じゃん。アヒルの真似はこうやってるの。ご覧でもええじゃん。お主ミッキーで受けたんじゃん。やかたり。本当だよ。今年の2013年自重するということも考えた方がいいと思うよ。自重します。ほら今会場全体がわしの味方になった。違う違う違う。誰かを引き立てるときは引き立てて、下がるところは下がるとより盛り上がるよって言わした。おいおい、もう勝手にせえ。はい、ということで本日、新年2回目の、より分からんアヒルバージョン。はい、ということで、では、小座談会以上でお開きとさせていただきたいと思いますが、では最後に榊原殿の、ドナルドダックのものではお願いいたします。わしが振ったら何でもやると思った。ありがとうございました。こんな時代になってきた。